私は外国人だったな。出会ったのは旅行でやってきた韓国の大学生。今写真を撮られたのは私が鉄オタだと。こちらは鉄オタさん。特に新幹線のデザインが各国よりもすごいなので、この日は新幹線を撮影しながら新潟にやってきたそうです。新潟に来た目的は今出館という。今回で日本に来たのは6回目。せっかくなら新潟で日本酒を飲んでみたかったそうです。そんな日本に何回も来るくらいお金ありますね。あ、やはりご両親がご両親に助けて。将来何になるんですか？今はなんか日本の文学が好きなので出版社。日本語上手だし笑顔も素敵だし日本酒も好きだし実家が太いっていうことですよね。